ペナントレースも大詰め、負けられない戦いが続くホークス。火曜日長崎での試合は初回、一軍最昇格で即スタメンの野村勇が内野フライで果敢にタッチアップ、気迫の走塁を見せ先制点をもぎ取ると、牧原大成もライトへ2点タイムリー。さらに3回には満塁でギータが走者一掃のタイムリーツーベースと、序盤から打線が爆発します。投げては先発スチュアートが自己最多の116球の熱投で7回無失点、チームの連敗を4でストップしました。水曜日の試合では牧原がデッドボールを受け途中交代、痛い。検査の結果右手首の骨折と判明、先週の栗原に続きまたも痛い主力の離脱となりました。試合は近藤が5試合ぶりのホームラン、そして代打峰井が移籍後初アーチを放ちますが、序盤の失点が響き再び勝率5割を切りました。木曜日はチーム最年長和田がキレッキレのピッチングを見せます。今シーズン最長の7回103球を投げ無失点。この好投に報いたのは選手会長の今宮、最終回ランナー二塁でセンターの頭上を越えるサヨナラタイムリー。チームを長く支える2人の活躍でカード勝ち越しに成功です。あれを見ててどうも思わない選手なんて誰もいないと思うんで、次こそは和田さんに勝ちをつけられるように頑張ります。正直厳しい戦いです。目の前の1試合を全力で勝てるように頑張っていきますんで、ファンの皆さんも引き続き熱い声援よろしくお願いします。スポーツキューブ TNC 野球解説者の池田さんはお休みです。スポーツジャーナリストの小鉄さんとお伝えします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてまずはサッカーです。アビスパ福岡の話題からです。今週チームに新しい歴史が刻まれました。天皇杯クラブ史上初のベスト4進出です。やりました、おめでとうございます。小鉄さんやりましたね。はい、おめでとうございます。エースの、ね、山岸選手が2ゴールで活躍しましたけど、キューブ的にはちょっとこちらの選手、この選手もゴール決めたんですが、注目したいなと思います。3点目を決めた選手ですね。佐藤涼雅選手、佐藤アナと、ね、名字一緒ですが、佐藤涼雅と呼びますね。なんといっても地元福岡市早良区、ここ TNC と同じ本拠地ですね、出身で、東福岡高校から明治大学行って、東京ヴェルディ J2 時代にゴールを量産して地元の福岡に来たということで、今年から加入ですね。サポーターに期待を持って迎えられました。でこの天皇杯ね、4試合やってるんですが、全てでゴールを決めているということで、まあ、ある意味ラッキーボーイというか、本当に注目されているということで今期待されています。まあ、何よりこの見た目がね、キラキラしていますがね。でこのアビスパ好調の理由として、長谷部監督が作り上げたチームですが、7月にリーグ戦大勝試合3戦3勝でね、J リーグの月間優秀監督賞を受賞したということで、今乗りに乗っているというところなんですが、まあ、この長谷部監督が作ったチーム、そこにこの佐藤選手が今マッチしてきて、今こういう好成績につながっているというところです ね、 ね、はい、今後天皇杯どうなるか日程見ていきましょう。来月8日にですね、川崎フロンターレとアウェーで準決勝を戦います。これ勝ちましたら、12月9日に決勝、熊本か柏レイソルの勝者と戦うということです。はい、今 J1 リーグ戦8位ですし、あとルヴァンカップという方でも準々決勝進出決めていますから、今歴史を本当に更新中ということで期待してみたいと思います。1ヶ月後です。そうですね、ハードスケジュールにはなりますけどね。なりますけどね、ですが、順位的に見ても、ね、アビスパが、ね、今上に来てますから、このまま優勝してほしいですね。はい、はい、続いてはホークスです。9月に入り試合も残り30試合切りました。
昨日は敵地ベルーナドームでライオンズと対戦しました。悔しい結果でした。では順位表を見ていきましょう。ホークス変わらず3位のままです。2位マリーンズとの差は5ゲーム差に開き、4位イーグルスは2ゲーム差となっています。小鉄さん、はい、昨日イーグルス負けたんで、はい、まあ、お付き合いしてくれたということですが、まずね、ここ5割戻すことですね、はい、そうです、今借金1ですから、はい、そこですまずは、はいはい。まあ、ただですね、今週は首位バファローズに勝ち越しました、うん、何よりですね、一昨日はチーム最年長の和田投手が本当に素晴らしいピッチング見せてくれましたよね、小鉄さん。いや本当感動的と言ってもいいぐらいでしたけども、和田投手ね、年齢42歳ということで、はい、これまではまあ3週連続で中6日に投げて1回休むとか、うん、そういう感じで間隔を空けてたんですが、はい、ここは4週連続で今年初めて中6日で投げて、うん、で今季最長2年ぶりですね、7回投げ切ったのということでした、うん、で一番見てても球の力も入ってましたし、うん、よかったんじゃないかなと思いますし、7回行く時も監督と話して自分から志願して行ったということで、うん、なんていうんですかね、この気持ちが本当にこもっていたなというのは見ている人も本当感じたんじゃないでしょうか、ね、勝ちがつかなかったとかね、ちょっと残念でしたけども、はい、ベテラン和田投手のピッチングを見て選手も刺激を受けたんじゃないですか。はい、ヒーローインタビューで、ね、今宮選手が言ってましたけど、はい、このピッチングを見て、ね、何も思わない選手いないと、まさにそうだと思うんですが、うん、本来であればこのピッチングを見てここから次の選手つないでいかなきゃいけないところは昨日完封負けですよ、うん、ここがやっぱり今の苦しいところですし、はい、42歳のピッチャーが勝ち頭っていうところをちょっとチームのみんなは情けないと思わなきゃいけないかなと思いますね、うん、でこれね、順位表を見ると分かりますが、はい、今借金1位ですよね。そうなんです。でここ借金になってから勝ったり負けたり繰り返してますが、はい、ここ持ちこたえてますね、ギリギリのところで、うん、これを借金2とか3になってしまうとずるずる行きかねないんで、はい、なんとか早くもう一回貯金生活戻る、連勝も2しかないですね、ないんですかね、はい、でこういう戦い方を思い出すのは、はい、2008年王監督の最終年でしたけども、はい、やっぱり負けが込んでいて9月に入る段階で2位だったんですが、はい、最終的に9月の下旬に大御さんが退任表明をしても流れ止まらず最下位になりました。これ戦力的には全然そんなチームじゃなかったんですが、やっぱりもう一つ狂った歯車が戻らず、止めきれずにっていうところでしたが、この時いたのが今チームに現役でいたのが、で今もいるのが和田投手ですね、今出ていますけど、だから和田投手もこういう経験もあるから今本当にここ耐えなきゃいけないんだという思いでピッチングに結びついたんじゃないかなと思いますし、それに選手がチームが続いていかないと、やっぱり乗っていかないとというところで本当に今正念場だと思います。もう優勝云々というよりはもうここ耐えどころ、行くともう最下位になりかねないと思って危機感を持って戦ってほしいと思います。冷静に言ってますけど、かなり叫びたい心境みたいですね。いや本当にそうですよ、はい、まあ、そのために若手の頑張りも必要だと思います。そのうちの一人、昨日打順1番に復帰しました三森選手に直撃しました。おととい和田が7回無失点の熱投、両チーム無得点で迎えた9回、サヨナラのきっかけとなったライト前ヒットを放ち、二塁に進塁後、今宮のツーベースヒットで決勝のホームを踏んだ三森。ここ3ヶ月の打率は3割1分9厘。打順の入れ替えはあるものの、数字を残しています。まあ、しっかり打席の中で勝負できる形にはなっていると思いますし、戦える形にはなっていると思うので、まあ、あとはもう貪欲に1打席ずつ立っていくしかないかなと思います。1番に入れば先頭打者ホームランも、セカンドの守備では味方を助ける好プレーも。でもチカさんが気になるのが、ギータの変態ホームランとか言うけど、三森の変態ショットの方が俺はすごいと思うのが、この間右膝に当たりそうなやつを打ってフェアグラウンド入れたじゃん。チカさんが驚いたのは先月イーグルス戦でのこのバッティング。田中将大のインコース低め、見逃せばボールという球を腕を畳んで、うー
イスショット。どうやったらなんの？もう去年と同じじゃダメだなとも 思ってましたし、もちろん3割打ちたかったですし、まあ、ホームランもっと、打ちたいって中で、自分がこうやろうと思って決めたことがなかなかプラスには働かなかったっていう。今シーズンは開幕からセカンドのレギュラーとして期待されていたものの、打撃不振で2軍スタート。春はバッティング向上へ試行錯誤の毎日でした。国防二軍監督はその頃こんな風に語っていました。三森もちょっと今のところちょっとまあ最近ヒットは出てきましたけど、なんかこう独特の打ち方なんでね、やっぱ打てないといろいろ言われると思うんで、だから結果さえ残せば何でもありなんで、まあでも結果残すためにじゃあどうするかってなった時にはもうちょっとだけ指導を早くした方がいいんじゃないかって話はしたんですけどね、まあ、でもこれはまあ彼はもう決めるのは最後は本人ですから、本人が自分の人生っていうのを人生かけて作っていくもんなんでね。4月下旬に1軍登録されますが、4月5月の打率は1割台と低迷。しかし6月7月は月間打率は3割超え。先月も3割近くの数字を残しています。うまくいかなかったよね、出だしが。いかなかったですね、はい。去年と同じじゃ、ダメだなとも 思ってましたし、もちろん3割打ちたかったですし、まあ、ホームランもっと、打ちたいって中で、自分がこうやろうと思って決めたことがなかなかプラスには働かなかったっていう。バッティングの形をやっぱり今年いろいろと変えたのかな。テイクバックのタイミング、テイクバックのタイミングだけは変えましたかね、はい。ギータの変態ホームランとか言うけど、三森の変態ショットの方が俺はすごいと思うのが、この間右膝に当たりそうなやつを打ってフェアグラウンド入れたじゃん、はい。どうやったらああなるの？まあ体のもう反応しかないというか、まあもちろんそこまで強く打とうというふうにはもうあの段階では考えてはないですけど、まあなんとかバットに当てればチャンスはあるというふうに思うので。打ってから出塁したいタイプっていうことですか？そうですね、はい。三森のコース別打撃成績を見ると、ストライクゾーン真ん中はしっかり捉えていますが、真ん中高めも高打率、さらにはインコース低め、もはやストライクゾーンの外のボールもめっぽう強いぞ。ギータもびっくりの悪球打ち、グアラゴはガキーンだ。そこまでいくと思うんだ。守備の方でもやっぱりね、すべてトータルでやっていかなきゃいけないと思う。守備のウエイトも大きくなってますよね。まあバッティングだけじゃないですし、すべて走行手含めてしっかり、もっと技術を磨いて、よりこうチームの中心に入れるように、はい、やりたいなと思います。今シーズンエラーは3つとまだ荒削りなところは残るものの、瞬時の状況判断でピンチを救うことも。ワンアウト二塁一塁のこの場面、ライナーを直接キャッチもできましたが、ワンバウンドで処理。まず一塁に送って打者走者をアウト。三塁転送で飛び出した二塁ランナーを強殺プレーでダブルプレーに。軍師ぶりを存分に発揮しました。今度やっぱり走塁の方も盗塁の方も足速いね。まあ、去年20個ぐらいしたので、はい、今年も、そんぐらいは走りたいなとは思ってます。一緒？まあ、盗塁はそんぐらいにして30ぐらいしたそうですね、ね。なんとかこう塁に出て、走ることができればよりチームはここ勝っていくと思うので、本当終盤大事な時期になってくるので、まあ、自分自身の成績もそうですけど、チームが勝てるような、バッターになっていければなと思います。あの変態ショットは体の反応で生まれてたんですね、小手さん。そうですね、あれも彼にしかできないんでしょうけど、うん、今 VTR に出てましたけど、コース別の打率ですよね、はい。これ見ると分かるように、うん、ストライクゾーンの赤い枠の中ですね、はい、以外のところも結構打っているということで、はい。まあ、それは一つ特徴としてそれできる技術はいいんですが、
気になるのは今224打席でフォアボールが4つしかないっていうことですよね。ね、これあのこんだけだって4つでもかなり少ないと思うんですが、まあ、これが彼のスタイルとしてももうちょっと選ぶ力が増えれば選球眼というんですかね、そうするとあの打率そのもの、それから出塁率も上がってくると思う気もするんですけど、この辺をどう捉えるかというところも含めて、まあ、何しても塁に出ればいいんですけどね、その辺がどうもうちょっともう上がってくるのかなというところですね、はい、で今栗原選手について牧原選手が今抜けましたよね。そういう意味では守備も含めてオーダーの組み方にちょっと工夫がいるところです、はい、そういう意味で昨日三森選手1番戻りましたけど、うん、ここでしっかり入ってセカンド1番で定着してくれれば首脳陣もかなり組みやすくなると思うんで、もう一回ここ定着してもらってしっかり成績残してもらうとチームの成績もつながっていくかなと思います。そうですね、軍師三森さん選手に期待しましょう、はい、ではここでプレゼントのお知らせです。三森雅樹選手のサインボールを抽選でお一人にプレゼントします。ご希望の方は必要事項をお書きの上ご覧の宛先までご応募ください。締め切りは来週火曜日となっています。たくさんのご応募お待ちしております。